今日はですね、ここ愛知県の名古屋市の駅前で街頭させていただいてますけれども、全国各地で一斉にですね、今街頭の今日集中日ということで、今日は午後東京でもありますし、全国各地、いろんなところで街頭されていると思います。今日 YouTube でも全国の皆さん見ていただいていると思いますので、ぜひですね、皆さんの地域の国政会議員の皆さんが該当されている様子がネット等で確認できたらですね、で今日は皆さんで聞いていただきたいなと思うんです。で今日も私の前に3人の国政会議員の皆さんがお話しいただきましたけれども、共通しているところがあると思うんですよね。彼らがなぜ今参政党に集まってこういった訴えをしているかというところを、ぜひですね、いろんな方の話を聞いていただいて確認をしてください。それは選挙で応援してほしいとか、まあ、もちろん応援は必要なんですけど、そういうことじゃなくて国民の皆さんに呼びかけてるんですよね。呼びかけてるんです。みんなで人生かけて一緒に考えませんかって、一緒に考えてみんなで何か行動しないとまずいことになるんじゃないですかということを私たちは訴えているんです。今日本はどうこうという状況にありませんよ ね。でも何年か前、この2020年から3年間あったこととか思い出してください。忘れちゃうんですみんなね。あの時どういうことがあったか、すごい嫌な思いしたじゃないですかね。自分たちのいろんな自由がそうなったじゃないですかね。今落ち着いてますけれども、忘れて何も考えていなかったら、それがね、しっかりと検証してあの対応が良かったかどうかっていう検証が終わってれば我々も納得するでしょ。けどあの3年間やってきたこと、使った予算、対応、本当にあれで良かったんですかね。検証終わってないですよ。終わってないけど、いろいろ法律を変えたり憲法も変えようって話もありますね。それからもう条約とも呼べないようなね、箇所を言ってますけど、それもこの5月にですね決まってしまいそうな流れです。それ本当にスルーしてていいんですかって話です。今目の前に課題がないから本当にそれでいいのかってことです。ずっとこう来たんです。日本ってまずいよねっていう人はいつもいるんです。でもみんな目の前のね、まあ自分の生活もありますよね、それは大事ですけれども、テレビをつけたらね、そういったエンタメとかワイドショーとかね、そっちの方にどん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 流されてね、これから日本がどうなるのか、自分たちの子供や孫の世代にどういった状況が出来上がる可能性があるのか、そういうことに意識が向かないように向かないようにされてませんかというのが我々の訴えです。それをなんとかね、みんなで考えて、いろんな可能性を考えて、おかしいと思うことがあったら声を上げていきましょうよという人たちが国政改革委員の皆さんですよ。今日静岡県の御殿場市で選挙をやってまして、投票がありましてね、戦っていますね。でまた来週からも始まるんです。市議会議員の選挙は通るための選挙です。だから票を入れてください、応援してくださいっていうことを言っていますね。けれども国政改革委員の皆さんってほぼ勝つ見込みないんですよ、小選挙区では。でもなんでそこにみんながああやってね、今日の3人のように一生懸命思いをかけてやってくれているか、そこの本質のところをぜひ多くの国民の皆さんに知っていただきたいというふうに思っています。日本が今ね、特に何も問題ないと思ってらっしゃるかもしれないけど、アメリカどうですか。アメリカ今年大統領選挙ありますよね。それって日本に関係ないことなんですか。アメリカの大統領選挙、ひょっとしたら日本の総理が誰になるかにもでかいかもしれませんよ。アメリカの大統領誰になるかね、そういった大事なことが全然日本人知らされてないじゃないですかね。にもかかわらず日本何やってますか。我々本当にこんなね、ぼーっとしてていいんでしょうか。なんか裏金がどうこうとか言ってていいんでしょうか。そういうことをもっとみんなで情報を共有して考えませんかと。本当にこのままで大丈夫ですかと。有事が何か起きた時に食料、水ね、今私が住んでいる石川県、1月に1日にですね大きな震災あって、ね、能登の方々すごく大変です。240名ぐらいの方もおなりました。
ね。有事ですよね。局地的ですけど。でみんな、大変だ大変だと言って支援していただけたらありがたいけれども、震災も含めていろんな有事って、明日、日本のどこに来てもおかしくないんですよ。でもそういった緊張感とか、みんな共有してます？ことが起きてからね、何とかしてくれとか、誰が犯人だって言っても遅いんですよって僕ずっと言ってきました。それに備えるために、参政党っていうのを作って、ね、歴史をみんなで学んで、ね、メディア、日本のマスメディアが報道しないような情報も自分たちで共有して、集めて共有してね、分析して、ね、で、我々の側からこういう政策やめてくれとか、こういうことやってくれというふうに提言していかないといけないんですよ。提言を国会にするにはですね、陳情してもデモしてもなかなか聞いてくれないわけです。一番聞いてくれるのは、政党を作って、対抗馬を出して、あなた方がやってくれないんだったらこっちの人を選ぶよ、という実力行使に出るしかないんですよ、民主主義的な手法で。私は無謀ですけど、それを本気でやろうとしました。うまくいかないと思ってました、正直。でももうそれしか方法がないと思ったから、2020年に決闘して、そして2022年の4月に国政政党になれたわけです。けれども1議席では全くそんなことはね、できないから。だから、地域地域で訴える人が必要だと。ね。これ何回も言いました。私一人だったら、私が集中派出て潰されて終わると。ね。で、潰されることはもうしょうがないんだけど、その後に続く人を早く育てとかないといけないんだと。ということで、必死に、ね、党員の皆さんにも葉っぱかけて、きついことも言って、やったのね。それで、140人の議員になったわけです。けども、一気に進めるから強引だ強引だって叩かれる。いや、分かってますよ。何回も言いましたよ。別にやりたくてやってるわけじゃないですよ。それはみんなでいいですよ、いいですよ、仲良くやりましょうねって。皆さんも好きにやってくださいって言ってれて、いい顔してれば一番いいけど、ね、目的が、ね、日本の危機を想定し、早くみんなで行動すること、行動するために、ちゃんとしたプラットフォームになる政党を作ることだってやってるんですよ。それが目的でしょ？ね。それブレてませんよね。最初からそう言ってますよね。そのために、それを最短の時間でやるために何をしなければいけないかってやってるけど、そんな急ぐなとか、そんな危機感煽るなとか言われるわけですよ。危機感がなかったら政党なんか作るわけないでしょ。自分が議員になりたいだけだったら大きな党入りゃいいじゃないですか。お金稼ぎたいんだったら自分で会社やりゃいいじゃないですか。ここをみんなですね、大きなところを見ずにポイントだけ絞ってね、あっち行ったりこっち行ったりさせられてる間に日本こうなっちゃったわけですよ。で、こうやって参政党を作っても、同じことが繰り返されるわけです。ぜひですね、皆さんには、その、何のために参政党を作って、我々が何を目指しているのかっていうところを忘れないでいただきたい。ね。そして、いろいろされてもですね、抗議があっても、ね、目的を失わずに、どんどんと続けてやっていってください。私は、とにかく、その、潰れない政党が状態できるまで、ね、これだったら大丈夫っていうところまでやりたいと思ってるんですよ。一つの私の目標は2025来年の4月の参議院選挙です。衆議院がいつあるか分かりませんから、参議院選挙。ここぐらいまでに国会議員が5人から10人の政党になって、ね、一定数以上の支持率になれば、もちろんいろいろね、叩かれて、上がり下がりするんだけど、でも、5人から10人の幅になってればですね、それなりに戦えるんですよ。ね、で、一人が誰か狙われることもないんですよ。ね、なんかあったら交代していけばいいんですよ、代表を。ね、そういったところまで作っておかないと、今だったら簡単に潰せるから、ね、それを死守したいと思っています。そういう思いに賛同していただいて、今100名の国政会議が頑張ってくれています。衆議院は140人いたけど、10名ぐらい辞められました。やめた人のことを私は悪く言うことはしません。ね、それぞれの政治のスタンスだから、あ、目指してたところが違ったんだな、とか、いうふうに思うだけです。だからそういう人を叩くことも不毛なんでやめてください。ね。
がパトカー来ました。いろいろ起きますね。そこをですね、もう時間もオーバーしてますのでまとめますが、それをですね、今全国でやっています。ね。ですから、もちろん賛成党で、ね、さっき村井さんも言ってたけど、いろいろトラブルもある、完璧ではない。ね。これからもこんなことは続くんです。ね。で、これからいろんな人がね、私の後にも続いてくるでしょう。代表としてね。で、これは自民党でも何でもあるじゃないですか。ね。おかしいのは、自民党でも他の党でもいろんなトラブルあるわけですよ。ね。でも、こんな小さい段階で、ね、そんな100点満点って無理なわけです。で、我々のトラブルよりも、自民党とかのトラブルの方が何倍も大きいのに、なぜかネットではですね、賛成党が集中されているような状況ですね。だから、なんでこういうことが起きるのかっていうことも、ぜひ皆さん俯瞰してみてください。一個一個の事象だけにフォーカスするんじゃなくて、トータルで、ね、時系列で物事を見て、どうするの？この癖をつけないと、毎回毎回、ね、同じことが続くんですよ。だから賛成党の党員の皆さんとか支援いただける方は俯瞰して、なんでこういう風になるのかと、ね、どこがどうつながるのかっていうことをぜひ見れるようにしていただきたいというふうに思います。私たちは国政政党なので、一個一個の問題に対して簡単にああだこうだというふうに言えません。後で間違ってたこととかあったら、それはまたそこを突かれるからですね、ちゃんとね、状況を調べて、ね、で一定数はこれだったっていうものじゃないと出せないんですね。対応が遅いって怒られます。いや、そうなんです。だって、そんなの専門にやるスタッフもいないから。だから、みんな仕事の合間に、ね、自分たちメインの仕事の合間に、そういった対応をやっています。でも、これもね、もう年も変わって、節分も終わって、なりましたから、ぜひですね、こういった問題に関しても、しっかりと対応はしていきたい、というふうに思っています。ね、で問題がある点に関しては改善していかないといけないし、そこに私が責任があると、党員の皆さんに言われるんだったら、そこは、責任を取っていかないといけないと思います。ね、ただ状況を広く俯瞰して、何をやろうとしてて、どういうことで叩かれるのかということをですね、しっかりと見ておいていただきながら、賛成党という党が何を目指しているのか、それ確認しながらですね、皆さんで一緒に大きくしていただきたいと思います。100名国政改革議員の仲間いますので、ぜひみんなの一人一人の思いを今日は全国で聞いていただきたい。それが最後のお願いです。今日はありがとうございました。参議院議員神谷総平でございました。皆様ご清聴誠にありがとうございました。以上。